いやねえ、ウェルダンですよ。出てきたよ、やっと出てきたよ、ウェルダン。よろしくお願いしますね。気持ち悪い。ごめんなさい、ちょっとね、飛ばしすぎですよ。やっと出てきた。ねえ、やっと出たよ。でもうん、思んないでーやかましいっつも。それやめろって。やっと出てきた。そうよ。ねえ、もう。やめろって。ないでー。フラだ。なんで古畑任三郎だよ、お前。だって面白くないんだもの。なんなんだよ、お前。だから18年間も売れてこなかったんだろうな。なぜなら思んないから。以上です、裁判長。リーガルハイだよ。リーガルハイをなんでやった、お前。あの、このね、ウェルダン思んないでって。お前のモノマネレパートリーのほぼ出したじゃねえかよ。これギャグ流行ってんの。流行ってねえよ、バカ。ウェルダン思んないでーって。お前しかやってねえ。お前しかやってねえよ。これね、やめてっていう時に言いづらい時ってあるでしょ。例えば？あの、痴漢にあった時。あれ言いづらいよね。確か恥ずかしいもんだ。やめてくださいって言いづらい。言いづらい言いづらい。こういう時こう言って。うん、どういうの？痴漢。思んないでー。恥ずかしいわ。そっちの方が恥ずかしいわ。いじめもなくなるよ。え、どうやってなくすんだよ、お前。いじめ、うん、思んないで。CM かって。それ昔の CM じゃねえか。いじめとウェルダン思んないで、うん。ウェルダン入れたら意味変わってきちゃうでしょ。あの、今社会問題になってるドラッグもなくなりますからね。うん、あ、本当に。大体想像つくけどね。ドラッグとウェルダン思んないで、うん。想像通りだよ。想像通りだろ。あ、ちょっと、あ、間違えた。間違えたの？ちゃんとやってる。ドラッグは面白いから、ね。そこじゃねえ。もう完全にやってる人だ。あれは良いものだぞ。完全にやってるよこいつ。大谷さん。大谷さんか。いい薬です。なんだお前。待って。なんだよお前。今ねちょっと。なんなの。気をつけてほしいのが、ながら思んないで。ながらスマホみたいなこと？なんかこうスマホやりながらね。それはちょっと知らない。なんで知らねえの？下向いたまま思んないでって言ってる若者が今。いねえよそんなやつ。思んないで。気持ち悪い。思んないで。バイオハザードじゃねえか。気持ち悪いもん。あれもちゃんとあれは、思んないでーって立ち止まってやんなきゃいけないから。何その、流派みたいなのあんのそれ。あるある。流行ってねえから知らねえよ、その。で、問題になったのが一時期、真夏のね、はい、車の中に赤ん坊を置き去りに。それパチンコでしょ？そう、ね。パチンコ屋に入って、ウェルダン思んないでーって。何してんだよ。親は何してんだよ、お前。パチンコ打てよ、そこ。ちなみに、パチンコはおもろいでー。やかましいわ。でかい業界に媚び始めんねん。パチンコはおもろいで。なんで2回目来たぞ。これ声のかすれ方大事だからね。なんでね。なんでちょっとおねえっぽくなる。これね、ちなみにこれ気をつけて、アメリカで言うと大問題になるよ。ウェルダンおもんないで。これ意味変わってくるから。あ、英語で聞こえんだ。そうそう。どういう意味聞こえんだ。英語でウェルダンおもんないでって言うと、うん、私は爆弾を持っています。やべえな、おい。そんな意味になっちゃうの。どうなるかっていうと、ウェルダンおもんないばひゅー。いや、撃たれたよ。すげえな、おい。震えてる。バイオハザードじゃねえか。やめさせてもらうわ。以上です、裁判長。